さあ、ゆってぃでございます。今日はですね、オリコンスタイルさんの企画で芸能人思い出ファイルでございます。そして今日はお母さん来てます。こんにちは。こんにちは。こんにちは。なんか今日いろいろ話を聞くらしいんで、はい、お願いします。はい、2人で話すっていうか、なんだろうね、まあ、普通に LINE とかはしてますけど。ちっちゃい頃可愛かったですよ。何歳ぐらいから可愛い子なくなったんじゃないか。小学校卒業したら早いな。何もないな。なんかちっちゃい時はやっぱり可愛かったっていうか、自分の子供ですから可愛かったので、何してもまあ嬉しいっていうかですけど、何かをやってくれたっていうことはないので、そういうユッティという存在をここまでねさせていただいたので、まあ、これから先も真面目にユッティをやってほしいなというふうには思います。真面目にユッティやります。真面目にユッティやる意味はない。なんか、いや、でもユッティを大事にしてほしいなって。かわいいねこれ。あなた生まれた家よ、これ貧しい家の子です。田舎の子みたいな、ね、田舎って言っちゃうけど、これ保育園の卒園式、泣きました。保育園の卒園式で。誰の？お母さん。私が。あ、そう、うん、全然俺泣いてないじゃん。あなたは泣かないの、楽しくてしょうがない。ルンルンしてる。生まれた時はなんだかあの丸々しててあんま可愛くないね。あ、これこの辺はなんかハイハイしてるからいいけど、生まれたてはちょっと保育園の頃が一番やっぱ可愛かったな。じゃあすいません、ちょっと一回ここでテープチェンジしたいので、すいませんが、お母さんそのままいてください。はい、写真とか忘れちゃいますね。はい、そう。そうですね、意外にあんまり喋らない。堀越のちょうど、はい、じゃじゃーん。母の日が近いということで。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。アジサイをなんかさ、はい、初めてね、こういうの。そうね、ありがとうございます。それあと入浴剤です。ありがとうございます。多分ね、いろいろあってね、疲れるからね、はい、仕事やらお父さんやらでね。はい、ありがとうございます。そのためのその前振りだから、今の番組は完全な。あ、そう。これ一応サプライズっていう感じで。サプライズ、うわー、ありがとうございます。だってよ、サプライズだね。すごいテンションだったから、低かった。低かったね。そう、うわー、嬉しい。はい、最後はサプライズで。私にありがとうございます。あと、これね、ニューヨークだよね。ありがとうございます。あとだから、お手紙も書いてきたから、ありがとうございます。すいません。じゃあ言いますよ。手紙などほとんど書いたことがありませんが、せっかくの機会なので書かせていただきます。お母さんは僕は芸人になるか洋服の専門学校に行くか迷った時、専門学校なんていつでも行けるでしょう、人力車の養成所行ってみればと背中を押してくれました。そして18歳から始め、解散したりなんだりで30歳になってももうやめればとか、いつ売れんのとも言ってきませんでした。31歳でテレビに出れるようになっても、あれ見たよぐらいのもんで、特に何も言ってこなかったような気がします。しかし年末家族でご飯を食べてる時に言われた言葉があります。あなたは自由に生きてきたわね、育て方間違えた、あ、いや間違えたんかいと僕は思いました。思いましたが、この人こそちっちゃいことを気にしない人なのかなと思いました。これからも元気で長生きしてください。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ちっちゃいこと気にしません。気にしないでください。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ、この手紙もね、あげましょうね。ありがとうございます。すいません。はい、綺麗な字で書いてありますか。汚い字で書いてありますけど。そうですか。すいません、ありがとうございます。わざわざね。ちょっと読んで、ちゃんと自分のね、字で書いたのを読んで、じっくりともう一回一人で味わってみます。いや、嬉しいですね、そういう機会ないので。はい、
あの人からしてくれたことないの祝ってくれたことないので、いや本当にありがたいです。ありがとうございます。でしょう、ありがたいもんでしょう。40を目前に初めていただきました。そうね、確かにね。お風呂ゆっくり使ってください。疲れるが仕事をしてるし、ね、はい、綺麗ですね、この色を あまり見たことがない。はい、ちっちゃいことは気にするな、それ若ち子若ち子、大成功。